はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は大空ヘクタール農園の、続きやっていこうと思います。ということでね、前回ここの土地をね広げて、橋を渡したところまでだったかな。なんかこっちにも見えてるけど、あ、次の土地は L 字型なのか。ただ1101001800万、これは厳しいな。スイーツショップね、なるほど。ここが650か。橋の向こうは大体みんな高いね。あ、こっちが安いのか。こっちが先だったのかな。謎の洞窟。おー。200だから、ここなら広げられるか。そうだね。こっちの2つはどっちかなら、今回広げられるかもしれない。お、はじめまして。OL の仕事に飽きちゃったので、小学校の時にジャガイモ育てた経験を生かして農業を始めることにしました。お、新しいスタッフ、これいいね。どこにいてもらおう。こっちの方が人材不足してんのかな。だから、そうだな。お、日々観光客が訪れるジャンゴ農園で新たな動きがあったようです。観光客が川で釣りを楽しんでいたところ、なんとお金をゲットしたようです。何？魚を釣ってみましたが、まさかこんなものが釣れるとは思いませんでした。農園の皆さんのお役に立てたのなら良かったですと、少しはにかみながら話してくれました。何これ？釣ったお金くれるの？たまに観光客を通勤してみるのも面白いかもしれませんね。へぇー。ここで釣りをしてたってこと？なるほど。ちょっと待って。そしたらね、あ、どこに住んでもらうか。なんかね、こっちの方が人で足りてない気がするんだけど、少し道が、しょうがないか。一旦、ここに道通して、まあ、ちょっとこっちは畑増やしたいから、ここまで道を引いて、ここに住んでもらおう。こんな感じかな。で、そしたらグレープフルーツの畑増やしてそこに植えちゃおう。74%か 75% の人がいるからそっちに頼む。で、ここに新たな、お、労働高いね。いいね。今日からお世話になります。美味しい野菜を作れるように頑張りますと。 OKOK。 こっちはこっちでまあそんなに活用しきれてない感じもするな。お、グレープフルーツ OK。 じゃあグレープフルーツの畑をちょっとここに増やしておきましょう。あ、キャベツも、あれ？前回増やして植えなかったのか。そうしたら、まあ、新しく人も増えたし、ここでやってもらって、キャベツはキャベツでこっちに追加しておこう。キャベツ畑どこだっけ？あれ？あ、そうだ。キャベツは増やしたとかじゃなくて、新しい土地拡張したら出てきたんだけど、まだ植えてないのか。まあ、ビニールハウスの範囲内に植えたいので、ここかな、やっぱり。まあ、とりあえずこっちにして。で、キャベツはキャベツで次増やそう。確かこの状態だとまだ改良できないんだよね。そうか、こっちに来てもらってもよかったな。そしたら、あ、虫がいる。危ない。ここ2軒密集してるから、引っ越してもらうか。ここから、まあ、この角っちょに住んでもらって、で、この辺の畑やってもらおう。
そしたら、キャベツも品種改良で増やすことができるかな。オッケー、そういう感じでいいよね。あれ失敗した。 75%。 もう一回別の人に挑戦してもらおう。でちょっとね、雨が続いてるとまたね、夏に台風が来ちゃうので、晴れさせてみようか。てるてる坊主とか一回も使わなかったからね、今まで。ちょっと試しに使ってみようかなと思います。ということで、使ってみよう。翌月の天気は晴れになりました。オッケー。まあ、翌月がもともと晴れだった可能性もあるんだよね。ちょっと天気予報ちゃんと見てないから。ただまあ、雨が連続で、降るのはそれで避けれるので OK かなという感じでいきましょう。そして成功したね。これでキャベツ畑も増やせますよと。あれ？ちょっと待って、キャベツあったあった。まあここに植えておこうか。で多分この、カフェのね依頼がキャベツなんだろうから、そうだよね、カフェにね引っ越してもらおうかなと。まあそれこそここのスペースでもいいか。いや、こっち側にちょっと行ってもらうか。だから一回、ここの木を動かして、で次にこっちのカフェを、ここに来てもらおうか。 OK。これでまあこの辺のキャベツが育てば依頼を受けれるよと。お、前回の幽霊がちゃんとボートに乗って、おー、でこっちの方もね、なんとか何かに活用したいけど人手が足りないから、観光施設たくさん置くとかがいいのかな。こっち観光地帯にしちゃうみたいな。だとしたらこっちみたいに山の近くだからコテージとか野鳥観察とか、ああいうのをこの辺ちょっと置いてみようかな。施設でまあいっぱい建てれるやつもあるので、ゴルフ場2個目作るとか、あ、そもそも惣菜屋は2軒目を建てれるんだから置いてみてもいいのか。ちょっと待った、カーソルが動かなくなった。フルーツ園、植物園、これもなんか並べたら起きるんじゃないかな。ちょっと試しに、じゃあまあ道は後で敷くとして、まあ水辺沿いにフルーツ園と、あと、植物園ちょっと建ててみよっか。でまあここ道をちょっとこっちに向かって引いといて、お、すっかり観光施設も増えて農園の人気も上がってきましたね。さらに農園が活性化するようにと自治体の方から激励のプレゼント、おー、アイテムをもらいましたと。でちょっとこの木を、桜か、この木を少し動かして、こっちに置いとこうか。動かして、山の近くに
山の近くに陶芸教室と、野鳥観察と、織物工房も相性良かったんじゃないかな。まあ道はまた後でちゃんと敷くとしてちょっとこの木も動かしちゃおう。まあこの木はちょっと池の周りにでも置いとこうか。こっち側も含めて、とりあえずこんなもんにして、お、実はこの農園に招待したい人がいる。 OK、 これもまた新しい建物がもらえるやつなんじゃないか。投資だよね。投資でお肉屋さん、お、これは受けておこう。そうだね、とりあえずこれでいっか。でまあ続けてまた建物を何建てたんだっけ。織物と陶芸建てたから、たい焼き屋か。コテージ、コテージか。そうだな、コテージも建てよう。あとは休憩所、キャンプ場、ミルクタンク、サイロ、噴水。とりあえずこれでいっか。道を、あ、ちょっと待てよ。情報で相性図鑑もう一回見てみて。なんか増えてないか ?23 って。陶芸と織物は今隣接させたはずだから、お土産顔出しでしょ。美肌スポットがジューススタンドと果物2つ。スクスクスポット、カイロと、あ、サイロと、カイロはカイロソフトだな。家畜。これは、あれ?サイロの近くに行って、俺サイロここに建てたもんね。そうだね。ここはスポット化してるんだ。で、なりきりスポット、家畜と顔出しパネルでもなると、あ、それはここでなれ、大丈夫だね。あとは、取れたてが無人でしょ?植物園の近くに作物を置くのは、まあ、こっちはちょっとできないかな。お土産屋もそれができるのか。で、惣菜、野菜、おにぎり、野菜、井戸2つ、桜スポット、ひまわりスポット、そうね。あと何作るか。たい焼きと惣菜屋が隣り合ってんのもいいのか。で、山と野鳥でしょ?噴水と休憩所も近くに置いてみるか。あ、お肉屋さん。来ましたね。見守ろうか。ちょっとおじいさんと重なってるのか。おじいさんと重なってるな。おぶってるような状態になってるけど、あ、降りた。ゴルフ場に向かうのかな、最初は。みんなをそうしてるように。そうだね、ゴルフ場だね。最初はゴルフを、よっこいしょーと。そして、どこへ行くのか。ああ、お土産だっけ?お土産屋に入って、うむ。で、最後、惣菜屋に入って、美味しいなと。行って、フィニッシュかな?はい、招待したお客が帰ってきましたよと。76% いまいちプレゼントありません。マジか。今回満足してもらえなかったですね。せっ
客、招待客は園内の人気と魅力が高い施設を回ります。この施設の周りに人気や魅力が上がるスポットがあれば。でもね、なんかね、あんまりね、お土産屋とかね、これ人気あるスポットじゃない気もするんだけどな。あ、でも人気39になってる、よく見たら。そうなのか。ちょっと満足まではいきませんが、なかなかいいですね。失敗したなぁ。お、あ、満足したと、フリーター。オッケー、フリーターから青葉をもらいました。なるほど。お土産屋を特産品、あ、でんぷんだ。これでいける。これでちょっとリベンジできるんじゃない？特産品増えたら。木刀。続けてロイヤルゼリーない。なるほど。そうですか、そうですか。ちょっと待って。特産品はじゃあ確認しよう。お、ミルクタンクいけるじゃん。あ、でもどっちも旨味か。ミルクタンクと加工場どっちから行こう。こっちはサイドは漢方か。キャンプ場。あー、でも青葉500とかがあったらどうしよう。あ、青葉25。これはじゃあちょっとやっちゃおう、ゴルフ場は。オッケー、ゴルフボールを開発した。今まで打ってたのは何だったんだっていう感じだけど、まあ、続けて漢方250。これもいけるね。いっちゃおう。ゴルフ場強くしておくと、満足してもらえる可能性が上がるんじゃないか。ちょっと今、変なリズムだったけど。ゴルフクラブ。おー、さっきまで打ってたのは何だったんだな。そして最後はビタミン1000。それは無理ね。前方後円墳に青葉を突っ込むか、織物工房。そうか。たい焼き屋。これね、なんかね、上に登って、ああ、こうやると登るか。うまみ、ミルクタンク加工場。まあ、ミルクタンクから行きますか。バターを開発。OK、バターを開発しました。サイロもやれるから、サイロやっちゃってもいいけど、サイロやっちゃおっか。オッケー、サイコロ。なぜサイロからサイコロなんだ。ギャグなのか、これは。お、またアイテムが作れるもの増えたよと。で、キャンプ場もまあやっておきますか、この流れで。キャンプ場は、寝袋。オッケー、これでだいたい今できるのはやっちゃったかな。まあ、また貯めましょうって感じだね。で、ちょっと新しいアイテム見てみよう。でもね、作るやつはニューって出てこないからどれが増えたかよくわかんないっていうのはあるんだよな。お、なんだこれ。ルーポレトン8000。作ってみたい気もするが、なんか貴重な成分を50個使うな。そうか、どうしよう。とりあえずやめとくか。超合成肥料。ほーん。ね、カフェはね、キャベツどうなんだろう？いけるかな？まだちょっとキャベツが、キャベツちょっと育てるか、畑増やす、作物の強化、とりあえず強化してみよう。ちょっとお茶を飲む。お、こんにちは。いつも農園を愛用させていただいてます。これは満足度が上がったやつだな、多分。そうだね。みのるくんカードっていうか、そういうアイテムもね、ちょっと使っていくかって思うと、みのるくんカードあれば依頼をこなせるんじゃないかな。そしてちょっとこっちの土地もね、まだ活用しきれてないところが多々あるので、どうしようかな。なんかね、道ももうちょっとね、敷きたいな。よく見ると歩いて行ってくれるんだけどね、こっちに行きたいところがあれば。
そうだな、まあ畑を増やすもやって、それから依頼受けようか。 75% よし。でちょっとこっちを、もうちょっとなんか建てるもの選んで、あれか、休憩所と噴水がいいんだっけ。休憩所と噴水作ろう。こっち側ね、どうせ人手が足らないから、あ、違うな、これとか建てたいな。展望タワー、展望タワーと、展望タワーと、あのもう一つタワーなかったっけ、これか、風車。これで何かできないかな、相性のいい。でもってちょっと道も引きたい。いや引きたいけど、これはどうだろうな。ちょっと待てよ、こっちから道引いて、あれちょっと待って、なんか失敗してる気がするけど、ちょっと待って、ここの道を壊そう。ちょっと待って、ここまでちょっと道壊して、一本下に、そこじゃない。違うんだって。こうか。ここに道を引こう。オッケー、これでね、園芸店でも置いとくか。多分ね、奥のコテージとかにはね、道つながってなくてもこっちと一緒で入ってくれると思うんだよね。だからとりあえずこんな感じにして、お、キャベツ成功した。そしたらキャベツを3個増えたので、増えた分のキャベツをこっちに植えて、あれ範囲外か、まあいいや、じゃあこっちに植えて、この状態でじゃあちょっと依頼受けてみよっか。依頼を受ける、カフェの依頼が始まりますと、まあとりあえずこれでいいか。あとは何ができるかな。これでもあれか、やっぱ後ろにあるよりも表のがいいのかな。だとしたらこっち側に置いて、裏は木とかにしちゃう方がいいかもしれん。かなぁ、どうだろう。まあでもとりあえずいっか、これで。あー、また虫がいる。待って、お、こんにちは、おかげさまで依頼していた。お、早くも終わったか。あっという間だったな、今回の依頼は。あと何ができるかっつうと、コンテストの方もちょっとやれるならやりたいけど、でもまだちょっと野菜もじゃがいもでいくのかな。じゃがいもなら冬に挑戦した方がいいだろうから、もうちょっと待つか。その間にレベル上げるか。品種改良で、作物の強化。75% いけ。そして、まあ、こっち任せてるやつとかも、アイテムとか、なんか持たせるか。
と思ったが、そんなにちょうどいいアイテムもなさそうだな。まあいっか、これで。これはなんだ、虫に食われたのかな、マイナス2っていうのは。あ、違うな、マイナス3。これはジメジメだからか。だとしたら、ちょっと乾燥させた方がジャガイモはいいのかな？かといって、あ、なんか雪が降ってる。ちょっと晴れさせてみるか。お、成功したね。オッケー。お、ジャガイモのランクが上がった。これでなんとかコンテスト出せないかな。でもなんかマイナス3個のボーナスが減っているから、この状態で出していいのか、それとも収穫できる個数はあんま関係ないのか。コンテスト出してみるか、一回試しに。野菜コンテストでも B ランクに対して C ランク、ちょっとボーナス減ってるやつを出していいのか。まあ出してみるか。お、季節ボーナス入った。これでいけるんじゃない。行ってこい。お、あー、カフェ店員、また依頼が増えたよと。そしてコンテスト行ってこーい。 OK、行きましょう。パン1が、世界野菜選手権へ出発しました。さあ、いよいよ最終候補4人。うーん、なんか姫と怪しいやつと忍者と。なるほど。さあどうだ。いや、誰も来ない。これはなんか姫と忍者が強そうな結果が出た。優勝は、ビリだ。はい、そんな感じと。まあね、なんだっけ、果物の時もね、そうだったから、そんな感じだろうなとは思ったけど、まあ倍ぐらい鍛えなきゃダメなんだろうね、きっと。なかなか先は長いな、そう考えると。なるほどなるほど。これゴルフ場さ、もう一軒この出入り口のところに建ててみる。今なんか何置こうかなと思った時に、ちょうど4マス空いてるじゃんっていうね。ここにもゴルフ場建ててみよう。で、投資の、あ、温泉だって。これ、やろうか。あ、豚がなんか橋の上で止まってるけど、何か、あー違う、引き返していった。あ、釣りしてる、ほんとだ。あーっと、宝箱釣った今。あ、でもランキングが来ちゃったちょうど。年末だ。これで16年になるけど、どうなるんだろう。とりあえず全部記録更新。いいね。お、観光ランキングで300位以内にランクインしました。来年はさらに順位上げれるように頑張りましょう。お、今の宝箱どうなったの？お、こんにちは。友達からジャンボのように勧められて遊びに来ました。いろいろ見たり食べたりして楽しみたいと思います。鹿騎士。またなんかピンポイントだな。君なんか釣ったよね。なんか釣ったと思うんだけど、そのまま行っちゃうんだ。なるほどね。じゃあ、あと何がいいかな。この辺の空きスペースにもどんどん何か建てていこうかなと思うと、この休憩所と泉がね、なんか上がる気がしたから、あ、こっちの方がいいかな。ここ噴水と、休憩所。休憩所ってどれだっけ？あれ？これか。これだね、休憩所。噴水と休憩所で確かなんかスポットができるはずなので、まあここにね、立ててみよう。お、幽霊が釣りしてる。あ、またなんか釣った。あ、そっ
そうか、釣るとお金がそのままその場でもらえてるんだ。へえ、じゃあ橋いろんなとこに建てるのもありなのか。まあそれもそれで微妙か。さあ、なるほど、なかなか広くなったもんだな。さて、16年目になったけど、これあれか、4月スタートだったっけ。だとしたらあと2ヶ月ぐらいはプレイできるって感じなのかな。この間に何か最終スコアを伸ばせそうな行動って何かあるのかな。何を基準に判定するかが分かんないから何とも言えないけどね。まあでも結構1周目にしてはなかなかの農園ができたんじゃないのかな。ちょうど締めに入ってるけど、まだ1ヶ月あるから、どうしようかな。もう1周目は徹底して一応鍛えるか。作物の強化で、いちごに、75% パンチ。博士で 100% 鍛えてみるか。あれ？あ、パンチ挑戦したて？そしたら、お、身内。よし、じゃあ、ちょっと 100% でいってもらおう。最後にか？まあ、もうちょっとあるけど。例えばね、B ランクの果物や野菜があると、スコアが上がるとかそういうこともあるのかな。わからんから何とも言えんけど。お、セールスレディ、満足した。お、セールスレディを満足させる農園。そして温泉開発、よし、オッケー。温泉建てよう。まずどこに建てるか。温泉は2マス、あ、縦なんだ、こういう感じ。豊富な湯量をかけ流す温泉。温泉じゃあとりあえずここに建てるか。なんかちょうどいいスペースだし、もう一個建てれるなら建てちゃおうか。こっちにも OK。 これで温泉が一気に、ね、観光地っぽく。お、地主、どうもこんにちは。いやはやジャンゴの面も敷地が広くなったものですが、せっかくだからこんなスポットも。ああ、スポットの追加があったのかな。どれだかわかんない。わからん。まあとりあえずね、温泉を建てましたよと。で、まあ 100% なんでね、いちごもこれで強化ができましたと。実る数が15、価格が、6アップ。オッケー、見た目が結構いい感じだね。ああ、でもランクアップはしないか。もう一発いこう。作物の強化。パン1がね、一回休んだので、パン1にまたテレフォンで 100%。連続で、まあ、成功させていこう。お、2月が終わった。さあ、もしかしたらこの1ヶ月でラストかもしれない。じゃあ最後にね、もう一回ちょっと肉屋さん失敗したけど呼んでみよう。肉屋を見守ってフィニッシュかな。あれ、肉屋来ねえな。お、招待していただいてありがとうございます。こっちから来た。まあおそらくゴルフ場に行くんでしょう。そうだよね。おっと、イチゴが成功。あれ、上がんないか。まあゴルフして、ちょっとまあ見守っていたいけど、ちょっとイチゴもう一回ね、フィニッシュ改良しよう。最後にね、 B ランクまで果物ね、あげれるかどうか。パンチやったばかりだから、身を吉かな。何もしないじゃない。ちょっと待って、テレフォンで確実に 100% 上げて、あ、95% だ。まあいいや、95はいったでしょう。で、招待客は
まあ同じとこ行くのかな、やっぱり。そうだね、そこにだから満足してもらえないとちょっとまずい。とか言ってる間になんか4月を迎えそうだが、4月で終わりになってしまうのか、どっちも間に合わないか、もしかして。いや、間に合うな、間に合うな。お、招待客。あーっと、これもしかして 80% だったら超えてたんじゃない、満足してたんじゃないの。失敗かー。そして、あら、お疲れ様でした。しまった、いちご間に合わなかった。16年経過しました。ここでゲームは一区切りとなります。はい、これからクリアポイントの計算が始まります。お、お、お、7405ポイントってことかな、これは。累計出荷額が1,100,000,3,338万か。そして、累計収穫量が、33,000か。なるほどね。そして、これが特典リストか。まず農園の昇格とか、あ、しまった。タップしただけで、先に行っちゃうよ。合計クリアポイントは7405でした。おめでとうございます。ハイスコアを更新しました。次のプレイ時にはさらなる高得点になるといいですね。この後はハイスコア用の資金は更新されなくなりますが、ゲームはいつまでも引き続き遊べます。今後もよろしくお願いします。またゲームをもう一度始めからスタートすると、アイテムの数や抽出した成分の一部が、ああ、引き継ぎがあると。ちょっと一回、ここでセーブします。そして、あ、イチゴ。イチゴはちょっと間に合わなかったね。はい。でね、これから続けてこのままね、やっていくのも一つの方法だとは思うんですが、続けてね、これから再現なしに、何十年もかけて、いろんな要素を攻略していくっていうのも、ありなんだろうけど、それをやると、まあ、全部やり込めるかもしれんけど、なんとなく、なんつうんだろうな。ダラダラプレイしちゃうかなっていう意味で、このね、ハイスコアをね、2周目挑戦する方が楽しいかなというふうに、俺は思ってますという形でね。まあ、1周目はこうだったけど、引き継ぎの要素が、まあ、ちょっとぐるっと眺めてみようか。1周目はね、こんな感じでしたが、2周目ではね、もうちょっとうまく、1周目よりね、器用に立ち回れるかなということで、まあ、例えばね、こっち側の敷地を先に広げたけど、多分金額的にはね、こっちとか、こっちを先に広げるべきだったと思うので、その辺も踏まえて、2周目はね、もうちょっと、1周目よりうまくね、16年、っていうかまあ、15年間という期間の中で、より大きい農園を、ね、作れるんじゃないかなということでね、どちらかというと、俺は2周目に挑戦したいかなと、継続プレイというよりは、というふうにまあ考えておりますと、まあ、ちょっとね、前のパートとかでもその話は言ったかもしれないんですが、そんなわけでね、今回は、ここでね、一区切りとさせてもらいまして、そうね、何か別のね、カイドソフトのゲームを一回挟んで、またね、ちょっと新鮮な気持ちでね、2周目をやろうかな、というふうに、考えております。ということで、まあ、オーダーヘクタール農園については、一度、ここで一区切りというふうに、させてもらおうかなと思います。まあパートいくつになったかな、15、6、17、あれそのぐらいだったかな。まあ見てもらってね、ありがとうございましたということでね、また別のねカイドソフトの動画も、撮ってみようと思うので、そちらもよろしくお願いしますということで、ありがとうございました。では。